前回のあらすじ、飼い主の実家京都で大乱闘、琵琶湖のほとりで関西のジャックたちと水遊びを楽しみました。どんぐり持ってるチューブやめて、チューブあーつぶ泣かした。時間がやばいよ。ちゅーちゃん、ちゅーちゃん慰めてあげんの。泣かしたもんの責任やったか。ズブやで、泣かしたん今。なあ、ちぃちゃん泣かしてたよ。すぶす、どんべい、ゆかり置いてゆかり置いたままのどんべい。ちぃちゃんの大好きなお友達帰っちゃう。バイバイって。おやすみ。おやすみ。うーずくんって。まだ喋れへんもんな。なでなでしてあげて、なでなでって。あーすごい上手だ。そうそうそう、なでなで、そう、かわいいやろ、なでなでって。喜んだはるわね、ピンクやね、不思議やね、そこね守ってんのかな。でもさ、さっき一回さ泣いた時さ、夜中かな、泣いた時粒駆け寄ってたくない。ちぃちゃん、ママこと付き合ってあげてるんや。うじゅ、チーズの時だけ行きよる。ダメよーって。粒はご飯食べるまでちゃんと見守る派やから、保護者としてな。そこはちぃちゃん、なんか持ってきはったな。え、くれんの、ありがとう。こんなんもらってんけど。え、かわいい、ありがとう。おむつ買えるって言ってはんで、おむつ買えるんやって。つぶ、つぶちゃん。つぶちゃん、やめてって。やーやな。つぶちゃん、泣かした。どうしたん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 、痛いことあったん、どうしたん、嫌なん、嫌だねこの子ね。じゃあ嫌って言ったんで、やめてって。ちぃちゃん、赤ちゃんはね好きなんやけどな、ちぃちゃんはなんかまだちょっと受け入れ体制が整ってへんみたい。よいしょ。ここにガンって手が当たったんやと思う。どこ痛いの？大丈夫って、ほらちぃちゃんが大丈夫って。やめてって、ちぃちゃんやめて言ったな。あ、そうそう、ありがとう、ちぃちゃん慰めてくれて。ちぃちゃんやめてって、やめて言ったろ。元気出してってな。あ、そう、いい子。なでなでさ、いい子。つぶもって、つぶくんもなでなでしてあげて。つぶくんもなでなでしてあげて。つぶちゃんもなでなでしてあげて。うじはなでなでしてもらえた。ちゅうちゃん、かわいそう。一番好きやのに。ちぃちゃん、よかったね。いい子、いい子、いい子。やったー。よしよしってやってくれんの。ありがとう。
ちいちゃん気が気じゃないな。心配やな。いつ泣くかな。つぶはお世話してんねんな。うずが子犬の時あるやん。うずのうんちが出るタイミングでつぶってお尻舐めててんペロペロで、うんちしなさいよみたいな。でそれが今でもしようねんつぶ。だから多分ね面倒見いいねんつぶって。うわびっくりした。気つけてちいちゃん。つぶかわいいな赤ちゃんな。あ止めてあげて止めてあげて。なんでつぶ混ざろうとすんだ。つぶこっち来とき。そっちからいた。チューちゃんチューブチューブちゃん。うんいい子じゃない。チューブくん。これ飲むんやって、ジュース。ある？ストローがない。これな、ちょっと待って。これ飲むらしい。ちょっと待って、ストローないね。コップに入れてくれるって。あ、泣きそう。拗ねてる。拗ねてる。やばい、演技は、演技は来てる。うん。びっくりしてる、ちいちゃんたち。やばいって。この演技やばい言ってる。なあんたらのリーダー。え？よかったねちーちゃん。粒のオスから最愛のオスから舐めてあんなペロペロな。あーいい子よしよしってよちーちゃん仲良くなったやん。やった嬉しい。お耳ペロンペロン。お耳ペロンペロンして。舐めてます舐めてます。お母さん止めて。ちーちゃんやめときや。あいいや言わはんね。うん初めの言ってたのにな。